いらっしゃいませ、まかまかチャンネルです。ということでですね、今回はフィッシングフェスティバル当日ということで、ご覧ください。おなじみの松新丸さんに乗ってイサキ、アジ狙っていきたいと思います。さあ、僕の相性の悪いイサキですけど、今日こそはたくさん釣れるんじゃないかと期待しております。なんせフィッシングフェスティバルなんで、ここのねスケールに乗らないぐらいのイサキ、まあさすがに70センチのイサキはいないんですけど、それぐらいの気持ちで頑張りたいと思います。では行ってきます。ここ1時間ほど走りまして、はい、ポイントつきました。で、仕掛けなんですけど、今回イサキアジ狙いということで、こちらのサビキ仕掛けですね。で、ここにカゴがあって、ここにコマセの網エビを入れて重りがついてて、今日は3本針の仕掛けですね、使っていきます。で、ポイントなんですけど、ここに餌を、このコマセの網エビを入れるんですけど、入れすぎちゃうとうまく出ないんで、これぐらいかな。で、ここで蓋をして、で、大体8分目ぐらい、いっぱいパンパンに詰めちゃうとここからエビが出ないんで、まあ詰めすぎないのがポイントですね。で、今回は3本針のサビキ仕掛けで、ポイントとしてはここの水中でこれが開いてエビが出るんですけど、ここのコマセカゴから、この出てくるエビとこの仕掛けの針をなるべく海の中で一緒に漂わせるというか、同調させる、このコマセと針をイメージを持ってやるのと、あとポイント、今船長さんから44m でイサキが38から36メーターにいますよってことなんですけど、そこの棚がかなり重要になってきますんで、そちらを意識して早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。大東黄色10で、今38メーターぐらいのところに到達しました。で、ここでコマセカゴを振って、カゴの中から網エビを出します。で、それとうまく仕掛けが同調するように調整して待ちます。こんな感じです。で、ここで当たりなければ、もう一回エビを出して、で、漂わす、この繰り返しですね。で、何回かやると、カゴの中のエビがなくなっちゃうんで、そうすると食いが悪くなるんで、一回回収してまたエビを入れ直します。さあ、一回回収しましょう。で、こうやってエビが出てっちゃってるんで、また入れます。いや、イサキはうまいからね、釣りたいよね。ドラマ欲しいですね。結構このイサキ釣りに多いっていうのが、この朝の時間帯っていうのはよく釣れるイメージがありますんで、まあ、この朝の時間帯は特に集中してやっていきたいと思います。フィッシングフェスティバル、イサキフェスティバルになるといいですね。祭り祭り。さあ、イサキフェスティバル開催されるでしょうか。大丈夫、プロがおるもんね、横に。なんとかなる、取れたか的には。最悪俺が釣れなくても。あ、来た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 。来ました。早速2回コマセを、37メーターぐらいで2回コマセを振って、1メーターぐらい上げて待ってたところで、グググググっと、グググググっと入りました。よー、引く。これはイサキかな。イサキだ。飛び込む。よいしょ、入った。 OK、 漁場の中なんでね、先かかりましたらね、そこつけたらすぐ上げてください。イサキだ。取り込むまで、
取り込むまで分かんない。慎重に行く。うわいい感じよ。いい先。ほえ、来た。よいしょ、入った。オーケー。はい、来ました。まるまる太った。いい先。やっぱりね、朝のチャンスをなんとかものにできた感じですね。1匹目。ただこれじゃあフェスティバルなかなか上位入賞厳しいと思うんで、もっとサイズアップ目指して頑張っていきます。いや、イサキ釣り大人気ですね。もう船がたくさん出てて、後ろもずっと船、すごい。あ、また来た。連発連発、棚が合ってるね。36です。連チャン連チャン、フェスティバルじゃないこれ。いや、いいね。さっきよりちょっといいかも。よく引くよ。あ、サイズアップサイズアップ。いいいいよこれは。ありがとうございます。やった。すいません、ありがとうございます。おお、でかい。ありがとうございます。ちょ、できすぎじゃない。はい、来ました、サイズアップの2匹目。やっぱり棚がね、合うとこうやって連発しますね。そしてこれ結構いいサイズじゃないですか。めちゃめちゃ美味しそう。やりました。これ今2本連続で釣れたんですけど、だいたい 36m で当たりがあるんですけど、ここで僕見てます、ラインの色。これ色がね、10メーター沖に入ってるんで、でこの今水面、ここの緑と赤の境目、ここが今ヒットポイントですね。ここがちょうど水面に来るぐらいのところに持ってくると、なんでラインの色でしっかり棚を取っていく感じの方が、こういうカウンターついてるリールもあると思うんですけど、まあ、正確なのはこのラインの色が一番多分分かりやすいと思うんで。で、コマセを振り出して待つと。お、向こうも釣れてますね。お、イサキ上がってきました。いい方ですね。やっぱりモーニングチャンスタイム、もう一匹ものにしたい。これ今ですね、オキアミをちょっとつけてます、サビキに。食いが悪い時とかこうやってサビキの針に付けをつけてみるのも一つ攻略のきっかけになったりすることもある。あー、食いが浅い。当たった当たった。いるよ魚。おー釣れた。アジーかわいい。おめでとうございます。サビキ釣りはこうやって今奥で小アジ釣れたんですけど、アジとかサバとかいろんなゲストが来るんで、そして落としてこうやってね、待つ、小汗振って待つだけなんで、本当に手軽で、女性の方でもファミリーの方でも手軽に楽しんでいただけると思います。そして今回僕このタックルも松新さんで全てレンタルさせていただいておりますので。お、来たよ。ちょうどタックルの説明をしていたら来ましたよ。食い上げる感じで食いましたね今。いいですね、南下フィッシングフェスティバル絶好調です。お、違うな、これイサキじゃない、サバだ。お、やっぱり横に走ると思ったらサバサバ、しかも結構いい方。サバです、サバ。切れんなよ。あー切れた、やっぱダメだ、口切れた。網使わないとダメですね。いいサイズのサバでしたね。いやー惜しい。こうやっていろんなゲストが来るんで楽しいですね。引き続き釣っていきます。来たよ。おお、サバっすね。またThank you.
ゃん、ラッキー。もういい、イサキだね。もう抜いちゃおう。これなら抜ける。ちゃんと刺さってる。やっぱりそうなった。やっぱ網つかんだ簡単。2連続ヒットからの2連続バラシということで、サバ、イサキ、船べりで海の中へ帰って行きました。おかしいな、逃げられるので網をスタンバイしました。これで次は確実にゲットしたいと思います。今日フィッシングフェスティバル最終日ということで5月30日なんですけど、だいたいこれぐらいの時期、ちょっと前ぐらいからイサキの群れがこのポイント大山の沖あたりに入り始めて、6月入るとかなりもっともっと連れてくると思うんで、ちょうどこの動画が上がる頃が狙い時じゃないかと思いますので、本日ですねフィッシングフェスティバルの松新丸大和のテスターの金子慎さんも当選していただいております。金子さん、そして早速、おお、元気なサバを釣り上げました。さすがです、はい、どんな感じで、このサバ今、自分オキアミわざと入れなくて、はい、巻きでこう、ジギングみたいに誘って食わしたかった。皆さんこれだけオキアミ巻いていただいてるんで、はい、あえてなるほどちょっと自分から誘ってみました。だからもう固定概念にとらわれずに、もう誘いの釣り、普段やっぱりルアー釣りとかをやられるっていうところから、こういう攻略の仕方もあるということで、ありがとうございます。風が上がってきたら有効な手段だと思います。なるほど、イサキの場合はこれ多分違うと思うんですけど、サバを狙うときはこれいいかなと、ちょっとサビキを動かしてっていうことですね。いや勉強になりますね。ありがとうございます。引き続きフィッシングフェスティバル楽しんでいきましょう。はい、楽しみましょう。お願いします。さあ来たよ。もうよく引きますね。次こそバラしたくない。サバです。さあこのサバを逃がさずに釣り上げることができるか。よし、やっと来た。3度目の正直来ました。サバです。いいね。今もね33メーターぐらいまでゆっくりこませ出しながら持ち上げてきたところで、ブルブルブルっと入りました。さっきからバラシが続いていたサバなんで嬉しいね。やった、お疲れ様でした。途中バラシもあったんですけど、朝の試合をなんとかものにできてイサキ釣ることができました。そして後半サバの群れに当たりまして、結構バタバタとサバも釣れて、かなり戦場盛り上がりましたね。いやー、南知多フィッシングフェスティバル堪能させてもらいました。今から会場の方に戻って抽選と計測の方を行っていきますので、計測はここでスケジュール乗せてっていうのでも大丈夫なんですけど、僕はちょっと会場の方に行ってやってきます。では会場に。南知多フィッシングフェスティバルの会場に戻ってきました。今からですね計測とそして抽選行っていきたいと思います。さあいざ抽選です。豪華商品が、残念、白でも参加賞があるので、白でももらえるということで、おせんべいいただきました。ありがとうございます。なんと僕のすぐ前に一等が出てしまったということで、お疲れ様でした。今回ですね南知多フィッシングフェスティバル第1回ということで、このコロナ禍の中、いろいろな工夫の上でイベント行われましたが、今後もねこういった形で南知多で釣り大会開催していきたいと思います。皆さん次回この動画を見た方はどしどしご応募していただいて、僕と一緒に南知多の釣り観光を盛り上げていただけたら嬉しく思います。ではまた次回の釣り大会、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。